菅平の皆さん、こんにちは。今日はナレーション機能を使います。8月に We Are 菅平ズプロジェクトの真っ最中の時に、地元の上田染岡高校1年生のみんなが講演動画を菅平に送ってくれて、それがまあご縁で講演会をここまで2回やらせてもらって、10月28日に最後菅平デイっていうことで、染子1年生300人が実際に菅平に来てくれて、で菅平のみんなが先生になって授業を受け持つって感じの高校のお手伝いをさせてもらいました。 We are 菅平。当日のお昼は菅平名物や菅平の飲食店の皆さんに協力してもらって、特別メニューを作ってもらいました。 We are 菅平。午後の授業では菅平高原スポーツランドサニアパークに集合して、遊び心ベースアフタフバーバン信州の清水さんと長野大学のお姉さんたちにチームビルディング的なゲームを教えてもらって、菅平の人たちも一緒にみんなで力を合わせていろんなゲームにチャレンジしました。楽しかったです。皆さんから見て左側が A チームだと。終わったらビー玉で。今年1年生になったばっかりで、それでもコロナの影響で学校としての行事がほとんどできない状態で、そういう1年生のために何ができないかなっていうのを菅平では話してたので、まあ、菅平でみんなの元気な姿を見れてすごい嬉しかったね。みんなで We are 菅平やりたいね。やりたいね。やってやって。はい、ありがとうございます。ということで、やっちゃって。大きな声で。We are 菅平。はい、ありがとうございました。君とは今日で最後だね。今日で最後。謝礼をもらってもらうのか。渡り廊下です。寒いのが嫌でスキーの練習をせずに食堂で拠点ゲームをしていただいてもらったようです。好きなものは売れたことと筋肉を食べることです。鏡さんがどうしても他のクラスに行きたいっていうので、せっかくだから。また一年目に全校集会を探して一回はつけていて先生に怒られたそうです。これで講座7番の発表を終わりにします。ラストの半です。ラストの、この次は10代までだということを知りました。菅平の高校に送られ
りこう、すべて広い、しつこいくらいやりとりをしたり、共感を得る投稿作りを心がけたそうです。時が経つと、やっぱり菅平が好きだというラグビー選手の生の声が、このキャッチコピーには込められているそうです。スクリューパックって、ボールに回転をかけて、まっすぐ遠くに飛ばすときに。焼いてたんですね、お母さんご自身ね。そうですね。山口先生、ありがとうございました。1年生の皆さんもこのような機会を与えていただいて本当にありがとうございました。しばらくここに来れないのは寂しいが、いつかまた会おう。また会おう。